こんにちは。今日は今年の夏やりたかったのにできなかったフルーツ飴を作って食べたいと思います。はい、作り終わりました。初めて作るからちゃんと飴が固まるのかなって心配だったんですけど、多分成功していると思います。それでね、フルーツ飴といったら ASMR 音フェチだと思うので、最初にね少しだけチャレンジしたいと思います。咀嚼音苦手な方はスキップしてください。それではいただきます。いやー、これは大成功ですね。本当に美味しいです。でもね、やって分かったことがあって、シャインマスカットとか巨峰は本当に上手にできたと思うんですけど、リンゴとかね、特にパイナップル、参考にしたレシピにも果物はしっかり水分を拭き取るって書いてあったんですね。パイナップルもリンゴもね、キッチンペーパーで拭き取ったんですけど、完璧に水分は抜けないじゃないですか。早く食べないとね、どんどん溶けていって飴とね果物が剥がれるっていう現象が今起きています。溶かしたお芋も溶けかかってますね。でも味はバッチリです。それでは改めていただきます。美味しい。フルーツ飴はね、もちろん美味しいって分かってたんですけど、今回ね、さつまいもやって大正解ですね。大学芋っぽくしたくて、お塩かけようかなとも思ったんですけど、そもそも醤油とお塩じゃ全然風味が変わっちゃうしと思って、何も塩気のあるものは加えてないんですけど、ごまをね、パラパラ振りかけてあるので、香ばしい風味でね、大学芋風にはなってますね。しっとり柔らかくって、飴がパリパリしてるのですごく楽しいですね。よくね、冷凍とかで売ってるスティック状の大学芋みたいな感じです。果物とかお芋を入れるタイミングはほぼ一緒なので、その飴と接した部分の水分量で溶けちゃうんですかね。ここだけ見たらとってもいい感じに見えませんか。だからね、本当に最初いろんな色でキラキラしていて、宝石箱やーって叫びたいくらいね、うまくできてよかったなと思ってたんですけど、やっぱり改善すべきところはたくさんありましたね。ピオーネ食べます。私シャインマスカット大好きなんですけど、フルーツ飴にした時はね、ピオーネの方が好きかもしれないですね。まずブドウの味が濃くて、フルーツ飴食べ続けてると本当に口の中甘いってなっちゃうので、その時にね、ピオーネの皮の渋みがいいアクセントになるんですよ。だからね、ピオーネのフルーツ飴おすすめします。とってもジューシーだからね、飴でパリパリカリカリしてるのにゴクゴクしてるんですよ。次、シャインマスカット食べます。ピオーネおすすめとか言っときながら、やっぱりシャインマスカットは最高ですね。くるみの飴かけとべっこう飴も作りました。普通のべっこう飴でも良かったんですけど、セリアにジュエリーシュガーが売っていたので上からトッピングしました。美味しいのはもちろんだけど、やっぱり見た目が可愛いといいですよね。ではくるみの飴かけを食べます。分かりきっていたけど美味しいです。べっこう飴のね、綺麗な黄金色ぐらいで絡めちゃったんですけど、お好みでね、もうちょっと焦がしてもいいかもしれないですね。
くるみの風味、香ばしさと飴の甘さがちょうどいいです。次はトマト食べます。これはね、食べれば食べるほどハマっちゃうやつですね。トマトに砂糖、と思う方もいるかもしれないですけど、私もともとトマトの砂糖漬け好きなので、すんなり受け入れることができますね。最初ね、噛んだ時は飴も溶けてないし、フレッシュなトマトの味しかしないんですけど、噛んでいくとね、甘さとトマトの酸味が合わさってすごく美味しいんですよ。フルーツ飴なのにさっぱり食べれていいですね。次リンゴ食べます。本当はね、姫リンゴみたいなものがあれば一番良かったんですけど、パイナップルよりは溶けてないですかね。でもね、キッチンペーパーでしっかりと水分拭き取ることが大事みたいです。定番の味だけどね、自分で作った方が美味しい気がします。パイナップルはね、ほぼ溶けてしまいましたね。かろうじて下の部分が残ってるかなって感じです。でも美味しい。 ASMR 風飛ばした方のために、もう一度簡単に作り方の説明をします。材料はお好きな果物と砂糖とお水です。お砂糖はグラニュー糖ではなくて白砂糖で大丈夫です。今回この量を作るために、お砂糖は 240g、 お水は 60cc 用意しました。ポイントとしては、さっき言ったようにフルーツはね、水分をしっかりとってください。あと常温にも戻しておいてください。そしてね、お砂糖とお水を溶かしてって言っても、お砂糖の量が多いので、かなりドロドロの状態なんですけど、心配しないでください。大丈夫です。そして弱火の中火にかけます。それでね、10分くらい火にかけてると大きな気泡ができてきます。グツグツパチ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 っていう状態が続くんですけど、それをじっと我慢して、音が聞こえなくなってきたなって思ったら、容器で刺してお水につけます。お水から出して触った時に硬かったら、もう準備完了です。用意してあった容器や串に刺してある果物を飴にくるっと絡めて、クッキングシートなどに乗せれば完成です。あ、そうだ、ポイントもう一つ忘れてました。鍋をね、弱火の中火でかけてる時は絶対に触らないでください。カラメル作る時みたいにね、少し揺するぐらいは大丈夫だと思うんですけど、スプーンでね、かき混ぜちゃうと結晶化しちゃってザラついちゃいます。なのでね、じっと我慢して耳を澄ませて、パチパチがしなくなるまで、目安は10分くらい待ってから絡めてくださいね。よし、それでは続き食べます。もうね、すっごい幸せだし、贅沢だし、ずっとね、これ作りたかったことなので、今回企画としてやれて、皆様とシェアできるので、とっても嬉しいです。トマトはね、最初本当にうわトマトって思うんだけど、途中飴の甘さと交わると最高に美味しいんですよ。このくるみ独特のえぐみというか、苦みがね、最高ですね。ごちそうさまでした。フルーツ飴どれも美味しかったし、大成功でした。皆様もぜひ、夏は終わってしまったけど、旬のフルーツでフルーツ飴作ってみてください。とっても美味しいです。何個かあるポイントを押さえれば、誰でも上手に作れると思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。じゃじゃん。
ジャントッポギ、中はねトッポギと春雨とソースが入ってます。出来上がりはこんな感じです。ではいただきます。春雨はねツルツルのもちもちで弾力があります。でね、味はね味噌ベースでコチュジャンが効いてて辛いんですけど、甘辛い感じですね。想像してる味噌の味とは違うんですよね。なんて言えばいいんだろう、甘くってね焦がした風味も感じてね、なんて言えばいいか、じゃじゃん麺の味ですね。これね、レンジでチンして作る商品なんですけど、チンし終わった後に混ぜるんですね。その時はトッポギとっても柔らかかったんですけど、今はね、しっかりとした弾力があるというか、人によってはね、ちょっと硬いって感じちゃうかもしれないですね。よっぽぎのね、トッポギもこんな感じだったんですよね。飲み込む寸前まで食感を楽しみたい方はいいかもしれません。辛くてこってりしていて、味噌を焦がしたような風味がね、何とも言えないですね。今食べた2つのトッポギはすごく柔らかくて美味しい。